初代コーク伯爵、リチャード・ボイルはアイルランド貴族、アイルランドオークラ教である。偉大なるコーク伯爵として知られる。アイルランド王国南部、マンスターの農園において広大な土地を獲得したボイルは16世紀、17世紀のイングランドによるアイルランドの継続的な植民地化において重要な人物であった。また、 息子たちは1640年代から50年代のアイルランドカトリックの反乱との戦いにおいて、アイルランドにおけるイングランドとプロテスタントの勝利を支援する上で重要な役割を果たした。ボイルの法則で知られ、近代科学の祖とされるロバート・ボイルは第14個である。聖パトリック大聖堂にあるボイルとキャサリンの記念碑、1632年完成。 ボイルは1566年10月3日にロジャー・ボイル近郊のプレストンにて死去とジョアンの次男としてカンタベリーで生まれた。ロジャーは古代にヘレフォードシャアに上陸した一家の末裔であり、ジョアンはジョン・レーラーの娘であった。二人は1564年10月16日にカンタベリーで結婚した。二人ともプレストン教区協会の内陣の端にある アラバスター製の墓に埋葬されている。ボイルはカンタベリーのキングズスクールで学んだ。クリストファー・マーローと同時期であった。その後1583年にケンブリッジ大学コーパス、クリスティ・カレッジに進み、さらにミドルテンプルで法律を学んでロジャー・マンウッドの事務員となった。マンウッドはその後国庫管理責任者となった。ボイルは学習を止めて、 世界の知識と経験を得ることを決意し、ロンドンを離れ、アイルランドで新しいスタートを切った。彼は1588年6月23日にダブリンに到着した。所持金はわずか27ポンドであった。いくつかの良い服を着て、10ポンド相当の金のブレスレットと彼が母から死去の際に譲り受けずっと身につけていたダイヤモンドの指輪、それと レイピアとダガーを持っていた。1590年、ボイルは復帰地管理官総括、ジョン・クルフトンの代理人に任用された。1595年11月6日、ジョアン・アップスレイと結婚した。ジョアンはマンスター地方初代知事の評議員の一人である、リムリックのウィリアム・アップスレイの娘で、共同相続人であった。この結婚は、ボイルに、 年間500ポンドの不動産収入をもたらし、それは少なくとも1632年まで続いた。ジョアンは1599年12月14日に、コ空ク県マローで、出産時に亡くなった。子供は死産だった。母子供に、コ空ク県のバタバント協会に埋葬された。ボイルはこの時点で、軍事財務担当ヘンリーはロップ、アイルランド上級判事ロバートガーディガー。 アイルランド上級裁判所上級判事、ロバート・ディロン、このト地方知事リチャード・ビンガム等の攻撃の対象となっていた。ボイルのことによれば、彼の成功と繁栄に対する戦争の証明であった。ボイルは彼の事務所でスペイン人と共に詐欺と共謀の罪で逮捕された。彼はこの件で数回により投獄されている。彼は、 エリザベス一世に申し立てするためにイングランドに出発しようとしていたが、1598年10月のマンスターの反乱が起こり、ボイルのことによれば、私のすべての土地が無駄になり、私は再び貧困へと戻った。アイルランド9年戦争の戦果は、アルスターからのアイルランド反乱軍と共にマンスターに到達した。反乱軍にはイングランドからの入植者により土地を、 失った土着の人々も加わっていた。ボイルは安全のためにコークに逃げざるを得なかった。この出来事でボイルはロンドンに帰ることを余儀なくされ、彼に残されたのは寺院の母室だけであった。この時点でボイルはすぐにエセックス博、ロバート・デバルーに雇い入れられた。ヘンリー・はロップはその後ボイルを再起訴し、性質庁に召喚した。法廷ではボイルを起訴した人たちは、 起訴内容の実証に失敗したようだった。ボイルはエリザベス一世が法廷に参加するように何とか格策し、彼を起訴した人たちの一部について、その不正行為を暴露した。有名な言葉であるが、エリザベス一世は何たることでしょう。この申し立てはかの青年に対するこしらえごとに次なのではありませんか。と言い、そしてまた彼女は、ボイルは、 私たち自身が野党にふさわしい人物だ。と言った。1600年、ボイルはすぐに女王により、マンスター地方評議会の初期に任命された。1601年12月には女王に、キンセール近郊での勝利のニュースをもたらした。1602年10月、アイルランド情勢を鑑み、ボイルは、マンスター地方知事、ジョージカリューにより、再び現場に送り込まれた。 1603年7月25日、ダブリン近郊のセメアリーズ修道院で、下流により、ナイトに乗された。そしてまたその日ボイルは2番目の妻キャサリンと結婚した。彼女は、国務長官、ジェフリー・フェントンの娘だった。ヨールにある旧品院、1643年ボイルにより、建てられた。ボイルは1606年にマンスター地方、数密顧問館となり、 1612年には、アイルランド王国の数密古問館となった。ボイルは、バンドンの町の建設を訴えたが、実際には、ヘンリー・ビーチャー、ジョン大女祭、ウィリアム・ニュースにより町の建設は計画され、実行された。バンドンの町が作られた土地は1586年に、エリザベス一世によって、フェーン・ビーチャーに与えられ、その後彼の長子のヘンリーに承継され、 1618年11月にボイルに売却された。彼はバンドンで精錬業と織物業をはじめ、ブリストルから多くのイングランド人入植者を呼び込んだ。ボイルは1614年5月18日にダブリン城で開催された1614年アイルランド議会において議員の一人としてリスモアに戻らせられた。 彼は1616 16年9月6日にアイルランド貴族であるボイル教、ヨール断尺に助釈され、1620年10月26日に、コーク伯爵とダンガー版子爵が創設された。1629年10月26日、公イ院裁判官に任用され、1631年11月9日、アイルランド大倉教に任用された。彼はイングランド議会において、 貴族ではなかったが、それにもかかわらず、陛下の偉大なご慈費による上院への召喚状により、貴族であったと記録されており、その後、貴族院議長の椅子の内側に座るアシスタントという、名誉ある地位についた。クロナキルティの町は、正式にはボイルが、イングランド王ジェームズ一世から許可を得た1613年に、作られた。オリバー・クロムウェル・オリバー・クロムウェルは、 リチャード・ボイルに関して、もし、コーク伯爵がすべての州にいたら、アイルランド人たちが反乱を放棄することは、不可能だっただろうと語ったことが記録されている。ボイルは1602年に、ウォルター・ローリーのアイルランドコーク県、ウォーター・フォード県、ティッペラリー県、ヨール州にある、不動産42000エーカーを1500ポンドで購入した。それは、マンスター地方知事、 ジョージカーの強い勧めによるものだった。ボイルの不動産の秩序は兵が駐留する13の城により維持された。ボイル帝国を歪症化してローリー不動産の開発等と単純に比較するのは間違いである。例えばバンドンの街全体の獲得は1625年まで完了しなかった。 ボイルが行った公共的開発の遺産、彼の生涯の間に4000人を超える雇用が記録されているの一部を形成する町には、他にミドルトン・キャッスル・マーティア・シャルルビルド・ネレール等が含まれる。リチャード・ボイルはヨール州の生命アリーヨール共同協会の近くに、今日ではザ・カレッジとして知られる居宅を構えていた。 1625年から26年までは州長官の事務所を使っていた。1636年までにボイルはアイルランドに住んで残りの人生を全うすることを選択していた。彼はドーセット州スタルブリッジの荘園をジェームズ・トゥーシェ第3代キャッスルヘブン伯爵から5000ポンドで購入した。ここは 彼のイングランドでの拠点となり、1637年にはサマセット近郊のテンプルクームの荘園に2万ポンド以上拠出した。彼はまた、1640年にビデフォード近郊にあるアネリーハウスを5000ポンドで購入した。彼はアネリーハウスの購入を最も喜んでおり、また、そこでの生活に喜んでいた。彼はまた、ビデフォードから夜に簡単に旅行ができることを、 嬉しがっていた。アネリー・ハウスは1643年ボイルの死に、伴い、彼の4男である、フランシス・ボイル、初代シャノン死爵譲られた。彼はまた、ジョージ・カリュー、初代トットネス伯爵の死生児で、彼の友人のトーマス・スタフォードに、デボン州にある、サルクウム荘園を残した。ハルバートン荘園もまた、フランシスと、妻エリザベス・キリグリューに残している。 トマス・ウェントワース初代、ストラフォード伯爵ボイルの最も有名な性敵は、チャールズ一世の側近のストラフォード伯爵、トマス・ウェントワースであった。ストラフォードは1633年にアイルランド総督としてアイルランドに赴任し、最初はうまく、ボイルから彼の特権と収入を剥奪した。ボイルは、ストラフォードのアイルランドでの計画に対して、 辛抱強く逆境の中で力を蓄え、このボイルによる効果的な政治的策略がストラフォード出脚の重要な要因となった。ストラフォードがボイルに対して行った屈辱的な行為の典型例として、ボイルの妻の墓をダブリンの聖パトリック大聖堂から移動させたことが挙げられる。ボイルはまたヨール大学の資金の不正流用疑惑で、 アイルランドの性質調とも言えるコー部オブキャッスル、チャンバーに起訴された。ストラフォードと同じく、チャールズ一世への側近である、大主教、ウィリアム・ロードは、ストラフォードのボイルに対する攻撃に関して危機として、次のように書いている。時間内に与えられるのであれば、オートブツより良い下剤はない。そういう意味で、あなたは、航空白爵の管理に関して、 早くからとても賢明な選択をしていた。私は、それが彼を良くすることを願っている。ロードとストラフォードは、チャールズ一世と、その時代を生きた他の多くの人たちと同じ運命を、分かち合い、ボイルに対抗して、陰謀を企てた。しかしながら、ボイルのすべての肝心な節目において見せる説得力の、ある政治的に適切な対応によって、早い終焉を迎えた。 ロードの深刻な誤算は1641年のアイルランド反乱を予測できなかったことであった。大主教王、ウィリアム・ロード・ストラフォードの裁判でボイルは重要な承認だったが、後半には直接は参加しなかった。当然ながら、ボイルはストラフォードに対する球団を全面的に支援し、彼の死刑を心から願っていた。ボイルは子供たちからの従順さを期待したが、 心から優しい父親として、彼の性的からの反抗とは違い、子供たちからの反抗に関しては寛容だった。私のやんちゃ娘メアリーは、クランブラッシル伯爵との結婚を拒絶し、父の承諾なしに、ウォリックハクチャールズ・リッチと結婚して、父を怒らせたが、両者はすぐに和解して、父は莫大な持参金を娘に持たせた。ボイルは1641年のアイルランドで、 彼の土地を追われたまま1643年に亡くなった。しかしながら彼の息子たちは反乱の抑圧後家族の不動産を取り戻した。ボイルは最初の植民地支配による大富豪と言われる。歴史家のアールカイ・ホスターは彼の著作現代のアイルランドの中でボイルをエリザベス期のアイルランドにおける冒険家と植民地支配者の縮図と呼んでいる。ボイルのモットーは 神のお心こそが私の財産である。であった。ボイルは2番目の妻キャサリン・フェントンとの間に15人の子供を設けた。リチャード・ボイル第2代コーク伯爵ロバート・ボイルコーク、伯爵、バーリントン伯爵、オーラリー伯爵、ダンガーバン、シャクシャノンシャク、シャノン,シシャャノン伯爵、ケイフズ。ありがとうございます。